はい、こんにちは。というわけで UFO キャッチャー撮ってきました。物語シリーズ、これ多分ね両方違うシリーズですね。こっちが、羽川の猫物語で、羽川の猫と半分になってるんです。で、こっちが忍、鬼物語の忍。300円ぐらいで撮れました。まあ上々かなという感じです。ちょっとねビデオの方は撮った瞬間しか回してなかったんで、いや次撮れるかなと思ったらピッて回してドーン、イエーっていう。なかなか一人でやってるとさ大変なんすよなんかこのさちょっと憂いを帯びた顔やめてくださいよ。じゃあまず忍からいきますか。まあないの。よっしゃ行くで。てる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 。あ、こういう感じなんだ。 UFO キャッチャーなのにこれだと、でも詰めるときにバランスうまくやってんだろうな。こっちに頭寄せようぜみたいな絶対やってる。あ、まあこれちょっと後でつけます。羽川さんはね、皆さん、羽川はロングヘアとショートカットどっちが好きですか？私は断然ショートの羽川ですね。ショートになって好きになった感じ。おー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 おおちょっとなんか、マーブルキャンディーみたいな感じですね。じゃあ作ってみます。はい、できました。ビューン、かわいい。こっちはね、ない。で、忍の方は、やっぱりちょっと自立がかなり厳しいバランスなんで、後ろにね、支えがあります。だからね、基本的に、これは、この、ペタンコシリーズなんかと同じ感じで、台に座ってるだけですね。だからちょっと、ここら辺しかポーズも若干似てる気もするけどね。羽川さん、かわいい。忍は、どやってますね。どやってますね。さらにこちらがいいやつの方です。いいや、やばい、クリスがあんまりね、かわいいですね。こっちも私は好きかな。羽川の方が表情、やっぱね、人形ってさ顔なんだよ。全ては顔なんだよ人形って、まあ、全体のバランスを楽しむね人形っていうのもいいんだけど、私の中でやっぱ顔っていうのはでかくて、特にこういうね、こういうさ、顔をでっかくするタイプのものっていうのはね、表情が大事で、私はこの表情がすごく好み。まあ、どやってる忍も忍っぽくて好きだけど、ちょっとね、申し訳ないけど、好みですね。羽川さん。結構ね、今ドアップだからいいんだけど、これ見るとちっちゃい。かなりちっちゃい。相当ちっちゃくない？そんなわけで、UFO キャッチャーで撮った、忍と羽川。人形でした。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。